はい、それではですね、3品目、甘鯛のお料理していただきます。甘鯛の松笠焼きと、そのお出汁ですね、日本のキノコと、ギンナン、まあ、今、季節なんで、全部、乗せてください。で、すだしの香り、ということで。出汁の方、先ほどからちょっと時間かかって、30分ぐらいですね。あ、ごめんなさい、1時間ほどですね、炊いたものです。で、ちょっと途中で火加減強くなって沸いてしまったんですけども、基本的にはこれも、同じように沸かさないで、沸騰しない状態ですね、を保って、ゆっくりゆっくりと煮出していきます。1時間煮たやつを、押していくんですけども、こう押すときも、ゆっくりゆっくり、ゆっくりというか、静かにですね、あんまりここでぐちゃぐちゃにしてしまうと、すぐ濁っていってしまう。なので、濁らないように、そっとという感じで、液体、ゆっくり。今ちょっと出汁の方は抜粋してもらいます。で、甘鯛、なんですけども、うちで使うときは大体、まあ、取れた日にもよるんですけども、3日から4日は寝かせます、まず。甘鯛、特に水分が多い魚ですので、届いておろしてすぐ、使ってしまうと、ちょっともう水っぽくて全然うまみも乗ってきてないお魚です。なので、まず3枚におろして、身の方にですね軽く当て地をします。薄く あんまり味付ける目的ではなくて水分を抜く目的です。軽く当て地をして、でラップとかはしないでこの状態で、冷蔵庫に入れて、まあ、一晩乾かします。で、一晩経つと、水分が適度に抜けてきて、で、その水分はもちろんペーパーで拭き取りますけれども、その状態で、今度、2、3日ぐらいですかね、寝かしていく。寝かすときはもちろん、ラップをして、ペーパーで包んで、ラップをして寝かしていく。最初に水分を抜いてあげて、水分を抜いてあげることによって、痛みも遅くなる、気持ちも良くなる。まあ、し、うまみもぎゅっと乗ってくるので、そういう状態にします。で、それが、まあ、この状態ですね。で、使うときに、毎日、いろいろやり方あると思うんですけども、このままもちろん火かける方もいると思います。ただ、僕にとってはこの松笠焼きとか鱗焼きっていうのは、身と鱗のバランスがすごい重要で、このままだともう圧倒的に鱗の量が多すぎて、ただもうおせんべい食べてるような状態になってしまうんです。それだともう全然本末転倒で、まあ、香ばしい香りは美味しいんですけど、甘鯛の本当に美味しい身の美味しさっていうのは伝わりづらいのかなと思うので、間引きします鱗を僕は。で、まあ骨抜きとかでちょっとこういう鱗を立たせながらですね、大体3分の2ぐらいになる、3分の1ぐらいの量を間引いていく。立たせてグッてやってあげると、鱗が外れていくので、こういう状態。でこれをもちろん一箇所だけやってしまったりすると、そこの部分だけ鱗なくなったりしてしまうので、
ちょっと全体が少しずつこう少なくなるようにまず間引いてあげます。こういう状態にしてあげます。今ついてる状態ですけど、上げるとまた取れてくるんですけど、こういう。で、間引くと同時にこう立たせてあげることによって、すごい、まあ、あの火かけた時も、なんだろう、油が入り込みやすくなります、鱗に。あとは、鱗だけ残らないように気をつけて。揚げる前にここにちょっとだいたいそのうちは 2,3 日置いた状態のアマダイ使うので、逆に今度鱗の水分量が結構乾いてしまってる。で、完全にこの乾いた状態だとすごい鱗硬くなっちゃう。なのでちょっと火かける直前にこれ水です、水で鱗を湿らせてあげます。そうするとすごいパリッと立ちやすくなるので。で、アマダイは、うちは常に500から600、大きくても600g ぐらい、1匹あたりですね、のアマダイを使います。この鱗付きのお料理に関しては。それ以上の大きいアマダイになってしまうと、もう鱗が硬くなってしまって、ちょっと食べれない状態になってしまうと思うので、500-600g のアマダイを必ず仕入れて使っております。はい。ただ、ソースの方ですね。まあ、ソースといっても本当にちょっと和風だしのような、ものなんですけども、まず材料は今日、季節のキノコですね、3種類、霜降りヒラタケと、柳松茸じゃないですか。野生シエノキですね。野生シエノキというキノコと霜降りだったけど、あとはナメコです。ジャンボナメコ、まあ、いろんな何の種類のキノコでもいいんですけど、もちろん天然のものでもいいです。天然のものを使うと味が結構ブレてしまうので、もう全部最初から最後まで僕が作る料理以外は天然のものは使わないです。スタッフに任せるとどうしても味が、ブレて変わってきてしまうので、それよりは人工栽培されている方が味にブレがないので、一般のお客様にはそういうものをお出ししています。で、今回一番どんな種類のキノコでもいいんですけど、一番大事なのはナメコです。あえてナメコを使っている理由がありまして、最初から言っているように、僕はあんまり料理を重たくしたくないんです、軽やかに食材のテイスト、香りだったり味わいを表現したいので、ただソースに濃度がどうしても必要なんですけども、フェティールだったりクズ粉を使って、まあ、ソース引っ張ってくるつない、これ発生したままでシャバシャバですよね。これだとお魚となかなか絡み合わないんですよね、ソースの方が。なので濃度をつけたいんですけども、ここでフェティールとかを使ってしまうと、それがちょっと直接胃の重さの負担になってしまうので、あえてこのナメコを使って自然のとろみがつくんですよ。ダメコのお吸い物とかお味噌汁食べたことあると思うんですけど、ドロッとしてますので、あえてダメコの自然のとろみなので、それが僕はすごい好きで、ちょっとダメコだけは必ず入れるようにしています。はい、そしたら、ね、簡単にレシピを作っていきます。まずお鍋に少しだけ油注いであげて、アイアーシェですね、ニンニクのみじん切りを少し、もう本当に香りの補いなので少しだけです、これぐらい。で、香りを出していきます。香り出たら、先ほどのキノコ全部加えます。
仁志を。で、一旦蓋して、蒸し煮を、少し蒸し煮の状態にします。あんまり色はつけないように蒸していきます。甘鯛、これから加熱していくんですけども、うちだとこういう、要は鱗だけを揚げていきたいんです。こう身を下にして、よくあるのは、この状態にして、たっぷりの油の中に入れて、鱗に油を、熱した油をかけて、ようなやり方なんですけど、うちだともちろんですけど、油が全体にかかってるので、身の方まであっという間に火入っちゃいます。揚げ物だったらいいんですけども、鱗に火が入るスピードと身に入る、身に火が入るスピード全然違うので、それを分けて火入れしていきます。そのためには鱗だけを揚げていきたいので、今このお鍋の中に油入ってます、で結構こういうストーブとか、鋳物のお鍋の方が温度変化が あんまり少ないんですね。一気に上がったり一気に下がったりっていうのが少ないので、ちょっと僕はこういうのを使って、中にちょっとこれは作ってるんですけど、網ですね、普通の焼肉とか用の網をカットして、ちょっとこういう形を作って、でこれを中に入れてます。で何をするかというと、だいたいこの網が1センチぐらい浸かるぐらいの油を入れて、ここに鱗の面だけを入れてあげるんです。そうすると鱗だけ、身は浮いてる状態で鱗だけ油の中で上がってるような状態を作って、うちではやってます。ちょっと今油温めてもらいます、はい、キノコの方は、さっと蒸し煮にして、ちょっと水分出てきたらここで日本酒加えます。で最初に言ったように、これがワインになって、もうこの今日本酒のこの中でキノコご飯ができてます。美味しいですね。美味しいに決まってます、ね、ワインだと変な余計な酸味とかワインの酸とか、が入ってしまって、ちょっとこの料理には酸味は最後のすだちで補いたいので、ワインは使わないです。日本酒で旨味を全部ぶっ飛ばしてアルコール飛ばします。で、アルコールが飛んだら、ここにですね、一番最初に言ったハマグリのだしと、先ほど取った甘鯛のだし、これを加えていきます。ハマグリの出汁と、甘鯛の出汁。一番最初に鶏のコンソメもここに甘鯛の出汁の方に入ってるので、ちょっと魚の旨味とお肉の少し香りもあります。で、これでソース、ひと煮立ちさせたら、ソースというかお出汁の方はこれで完成になります。あとは味付けでお塩と、また少しだけうまみ足りなければ魚醤を加えて仕立てます。はい。で甘鯛の方が、
大体温度を220度ぐらいの温度で上げています。220度って言ってもこのいつもこの温度計でやるんですけど、この温度計って表面の温度なんです、全部中までの温度じゃないので、こういう表面の温度で一応220度ぐらいの温度で、で鱗の面を下にして、これ分かりますか？見えますか？見えてます？見えてない。これビーって映してもらいたいんですけど、これ映せます？ちょっと、はい、見えます？見えてます？今この身だけ浮いてるの分かりますか？鱗だけ油に浸かってる状態、それを、まあ、このお鍋の中でその環境を作ってあげて、で鱗だけ揚げていくような状態をしています。この身は色変わってないのが分かります？もちろんだんだんあの下から色変わってはきますけれども、いろいろやった結果、こういう、やっぱり鱗を焼くだけだと全然硬い、油で揚げるのが一番サクサクして、美味しく食べれる状態だったので、でかといって、身はパサパサに火が入りすぎちゃうので、どうしようかなって考えた結果が、今、これ、最後の段階だと。うっすらと、鱗が茶色くですね、まあ、黄金色に。変わってくるので、それぐらいまで焼いていきます。そうすると必然的に身の一番いいような状態になります。ソースの方も、ちょっと炊いてあげると、こうなめこから自然のですね、とろみ、ついてきますので。最後、塩と魚醤、また味付けして、接する。ちょっと今日、IH が使い慣れてなくて、塩加減もあれなんですけど。これぐらいで仕上げになります。そういう状態で綺麗なセリフを、いつもだったらちょっとお店だとこれで最後で、最後に、サラマンダーにちょっと遠火のサラマンダーにかけてあげて、油をちょっと入っていきます。しっかりと余分な油を落としてあげて、で仕上げます。ちょっと今日サラマンダーが仕上げちゃいます。こちらはベコンソースに分けて、みんな切るときはもちろん、こちらからにしちゃうときれいに切れないので、さっと裏を返しにします。鱗を潰さないように、そしたら、盛り付けを
これもソースはお客様の前で別でちょっと注いでいくので、まずキノコ先ですね。この料理出すのはビスクの前なので、先ほど召し上がっていただいたビスクの前にちょっとこう軽やかで本当にちょっと和を意識させるような、状態のお料理を出してあげて、その後にまた濃厚なビスクを出してあげるとギャップとか流れとしてもちょっとインパクトがあって面白いかなって今お話しします。季節感、は本当に大切だと思うので、日本でやる限り季節感はとても大切にします。あとは、持って菊という食用菊ですね。紫色のものと黄色いものと、それから、ちょっとさらにまた旨味のお話なんですけど、旨味の増強ということで、普通の白いえのきだけありますけど、あれを少し半乾きに乾燥させてあげて、それをフリットにしたもの、これはものすごい旨味成分が高まる食材で、ちょっとテクスチャーも含めてこれを添えていきます。キノコって基本的に全部乾かした方がやっぱり美味しさはアップするんですね。干し椎茸なんか特にそうだと思うんですけども、キノコ全般乾かした方が旨味は上がります。なので少し乾かしてあげて、それを素揚げしたものです。えのきだけ添えてあげて、最後に、すだちの酸味ですね。先ほども言ったようにワイン使ってないので、すだちは甘鯛にだけかけます。最後パリパリに焼いてるんで、これも先にかけちゃうとどんどんしなしなになってしまうので、最後の最後にかけてあげて、あとはゼストですね。香り、すだちの香りを仕上げて、ゼストも直前にやらなければ意味がないので、お客様の元に行ったらふわっと香るような状態にして仕上げます。でこれで、熱々のお出汁を別で添えて、これで、添えておろします。添えてというか、お客様の前でサービススタッフが、注いで、ドビームシのような、イメージから演奏から、作ったお料理なんですけども、それぞれ火入れも別にして、お出汁も別で取っているので、全部が美味しい。パサパサのお魚になって、火入れもこだわったお料理で召し上がります。こういう感じでお魚が仕上がります。後で注ぐ感じです。